お茶、アンゴロです。今回の話題はこれです。ドン。暗号資産 RWA バブルの波が来ている。爆撃せよ。 RWA はリアルワールドアセット、直訳して現実世界の資産。現実世界に存在する資産は、例えば通貨、株、債券、不動産、貴金属、芸術作品などいろいろあり、それらを総称してリアルワールドアセット RWA と言います。この RWA をブロックチェーンのトークンと紐付けることを RWA のトークン化といい、トークン化された RWA のことを RWA トークンと言います。この動画では RWA トークンに関わる事業をしている暗号資産プロジェクトのことを RWA 系コインと言います。現在の RWA トークンの代表的存在はステーブルコインです。法定通貨担保型のステーブルコインは、法定通貨とトークンを紐付けた RWA トークンです。例えばテザーはステーブルコインの発行量に見合うドルベースの準備金を保有することで、法定通貨とトークンの価値を紐付け1枚1ドルを保証しています。暗号資産の普及とともにステーブルコインの需要は高まり、テザーのステーブルコインの発行量は今年初めて1000億ドルを超え、現在は1070億ドルです。そしてステーブルコインの成功例を受けて、 RWA のトークン化を法定通貨だけではなく、株、債券、不動産、金属、芸術作品など現実世界のあらゆる資産をトークン化する方向に進んでいます。 RWA をトークン化する利点は、透明性のある取引を素早く安全に低コストで実行できるようになることです。例えば土地や家などの不動産を売買するときは、現在は不動産業者が取引を仲介し、複雑な書類と手続きと高い手数料をかけて取引をしています。それが RWA トークンとスマートコントラクトを利用することで、個人同士の不動産の売買でも仲介者が不要かつ安全な取引を素早く低コストで実行できるようになります。 RWA をトークン化する話はだいぶ前からありましたが、注目が高まりつつある理由は、金融大手が RWA のトークン化を推進しているからです。アメリカの大手金融のシティ、フランクリン・テンプルトン、JP モルガンは数年前からデジタル資産の調査や研究を始め、昨年2023年に RWA のトークン化を推進している様子がたびたびニュースになりました。そして先月3月にこれが発表されました。ダン！ブラックロック RWA トークン化参入を公式発表！イーサリアム上でファンド新設！ブラックロックは運用資産が10兆ドル超えの世界最大の運用会社です。このように金融大手が RWA のトークン化を推進し、世界最大の運用会社も参入したことで RWA トークンの注目が高まりつつあります。チャートダウン。これは RWA 系コインの時価総額の合計です。左側を見て、2021年1月の RWA 系コインの時価総額の合計は3億ドル。XDC を先頭に時価総額を大きく伸ばし、2021年11月に47億ドルをつけました。XDC は貿易金融に特化した企業向けブロックチェーンを開発している日本の暗号資産プロジェクトで、RWA のトークン化を通じて貿易金融の流動性を高めることを目標にしています。チャートに戻って、2021年11月から約2年間冬の時代が続いた後、2023年10月から上昇トレンドが始まり、2024年3月に2021年の高値を突破、上昇を加速し、今年4月1日に過去最高の96億ドルをつけました。チェンジ。これは RWA 系コインの取引額の30日平均です。2021年の高値は2億ドル、
2023年に2021年の高値を突破。2024年に急増して、4月7日に過去最高の9億ドルをつけています。2021年の高値の 4.2 倍。このように取引額が急増していることから、RWA 結婚に資金流入の波が来ている様子が伺えます。チェンジ。これは2021年から現在までの RWA 結婚の時価総額占有率です。全体の時価総額を 100% として、それぞれのコインの時価総額が占める割合を表しています。2023年までの1位は XDC で、2021年に 73% を記録したこともありましたが、今年は大きく縮小していて、現在の占有率は 7.0% の3位となっています。現在1位は温度の 13.1%、温度は RWA のトークン化を手掛ける企業です。現在はステーブルコインの他に、ブラックロックの米国短期国債 ETF、米国政府マネーマーケットファンドの RWA トークンを提供しています。温度の価格の追い風になっているのは、ブラックロックが温度を支持していることで、ブラックロックの RWA トークン化ファンドには温度が関係しています。温度は今年1月に上昇し、一気に RWA 傾向のトップになりました。現在にはペンドルの 7.3%。ペンドルは RWA を元本トークンと利回りトークンの2つにトークン化するサービスで、バイナンスが出資しています。チェンジ。これは RWA 傾向の取引額占有率です。現在1位は温度の 23.1%、2位はペンドルの 12.9%、3位はポリメッシュの 12.9%。次に、RWA 系コインの今年の上昇率ランキングを確認します。結果と、3位、オーシャン 12.1 倍、2位、マントラ 14.2 倍、1位、アウトレード 76.8 倍。チェンジ。これは3位のオーシャンの週足チャートです。今年3月25日から爆上げが始まって、3日間で最大 7.7 倍に爆上げしました。今年の元日発言からは最大 15.1 倍です。チェンジ。これは2位のマントラの週足チャートです。マントラは2020年に上昇し、2021年に最高値をつけた後しばらく低迷していましたが、今年金融ライセンスを取得して企業の RWA トークンの発行と取引をサポートするプラットフォームの計画が注目を集めて爆上げし、最高値更新の大復活を遂げました。2023年12月の額から 42.3 倍、今年の元日達成から 16.2 倍です。チェンジ。これは1位のアートレードの冷やしたとです。アートレードは、現実世界の芸術作品をトークン化するプラットフォームを開発しているプロジェクトです。今年2月にソラナブロックチェーンに移行した後、3月から爆上げが始まって、4月3日に最高値をつけました。3月11日の価格から最大 22.4 倍。今年の元日発言から、最大 85.6 倍です。その他119個中、今年の上昇率がプラスは108個。平均上昇倍率は 2.6 倍となっています。以上のように、RWA のトークン化の話題とともに、RWA 系コインの上昇が目立ってきているので、今後の動きを要チェックして、注目のコインや AI コインと比較しながら、大きな動きがあったらまた報告します。以上、暗号資産 RWA バブルの波が来ている爆撃せよでした。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。暗号資産で多くを目指している方はぜひチャンネル登録をしてください。X でも暗号資産の情報発信をしているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。